い、ナズブです。今回は先月紹介した届いたトミカを一気に見ていきます。まずは紹介してないトミカから、タカラトミーモールオリジナルのトミカプレミアム日産シルビア S15 ですね。ボディカラーは白のパールになってます。フロント周りライトはクリアパーツで、グリルはこれマットの黒になってますね。ホイール専用のものになってて、ピラーに黒が入ってます。で、左右のドアを開けることができますね。インテリアは黒一色です。インテリアウィンドウクリアパーツになってて、中を確認することができます。スポイラーは柔らかい素材になってますね。で、テールランプは別パーツの取り付けです。ナンバープレートがあって、マフラー一部塗り分けされてます。で、シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。トミカショップオリジナルのトヨタ GR スープラになりますね。ボディカラーは緑のメタリックになってます。綺麗ですよね。ただ表面は艶消し加工になってるんですよね。かなり珍しいタイプじゃないかなと思います。フロント周りライトはプリントになってて、スポイラー部分はシャーシから連続した成型色です。で、サイドにトミカショップとプリント入ってますね。で、窓周りモールとピラーの一部が黒になってて、インテリアも黒一色です。で、リアウィンドウクリアパーツになってて、テールランプは塗装になってます。下の黒いところはシャーシから連続した成型色ですね。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。オリジナルトミカいきましょう。エヴァ RT2 号機 GR スープラですね。全体的にしっかりプリント入ってますんで、これ細かくできてていい感じじゃないかなと思いますね。プリントの種類としてはホットウィル系のプリントなので、ちょっとザラッとした感じになってるかなと思います。で、ボディカラーは赤のメタリックとガンメタがベースになってますんで、これはね、かなりかっこいいなと思いました。インテリアは黒一色になってますね。で、ステップのところ綺麗なね、緑色が入ってます。で、同じものがリアのね、下の方にも入ってるということでいいですね。で、シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。レギュラー行きましょう。27番スバルサンバーケーキカーですね。ボディカラーはラベンダー色のソリッドといった感じかなと思います。ライトクリアパーツで、グリルは成型色ですね。サイドにラパティスリートミカとプリント入ってます。これ反対側にも同じものが入ってます。で、インテリアは黒一色です。で、荷台部分上に箱がついてますね。サイドにシールが貼ってあります。で、これをカパッと開けることができて、中にはハッピーバースデーとね、ケーキがついてます。これ外すことはできません。で、リア周り特に塗り分けはなくて、シャーシはこんな感じです。そして、サスペンションがついてます。日産フェアレディ Z ニスモ通常版になりますね。ボディカラーは白のパールもギラッギラになってますね。ライトはダーク系のクリアパーツにプリントが載ってます。で、グリルは成型色で、フロントスポイラーのところ赤いラインがありますけど、これがステップ、それから、リアにかけて回ってるという感じになってます。で、窓の上のところに、シルバーのライン入ってますね。リアウィンドウクリアパーツで、テールランププリントです。で、シャーシはこんな感じです。そして、サスペンションがついてます。同じく日産フェアレディ Z ニスモ初回特別仕様ですね。ボディカラーは青みがかったグレーのメタリックといった感じかなと思います。その他はさっきの通常版と同じになってるかなと思いますね。インテリアも黒一色です。で、リア周りテールランプかっこいいですよね。で、シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。トミカプレミアム行きましょう。モーリスミニの通常版になりますね。赤が綺麗ですよね。ボディカラーは赤のソリッドで、ルーフは白のソリッドです。ライトはクリアパーツで、バンパーはこれシャーシから連続したプラスチックの塗装仕上げですね。で、サイドなんですが、ホイールは専用のものになってます。下のシルバーのラインが丁寧にできてますよね。インテリアは黒一色です。窓が大きいんで、しっかり中確認できるのがいいなと思います。で、リア周り、テールランプは塗装になってて、リアバンパーに関してもこれフロントと一緒で、シャーシから連続したプラスチックの塗装仕上げになってます。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションはついてません。同じくモーリスミニの発売記念仕様になりますね。ボディカラーは白みがかった緑のソリッドといったところかなと思いますね。まあ、それ以外のところはさっきの通常版と同じかなと思います。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションはついてません。カーズトミカ行きましょう。メーターアイスレーシングタイプですね。ボディカラーは白みがかった水色のソリッドといった感じかなと思います。ホイールも同じ色になってて、タイヤが白になってますんで、やっぱりアイスレーシングって感じがするかなと思いますね。で、ボンネットサイドのところにアイスレーサーズとプリント入ってて、リアのところに黄色と黒の警戒色プリント入ってます。ホットウィル系のザラッとしたプリントですね。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。
ジャクソンストームアイスレーシングタイプになりますね。出していきましょう。これもボンネット、それからリアのところにアイスレーサーズとプリントが入ってますね。でタイヤとホイールについてはさっきのメーターと同じ色ということで、後ろの方も水色が結構多めになってますんで、それっぽいんじゃないかなと思いました。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。ドリームトミカ行きましょう。180番のディズニートミカパレードトイストーリーですね。フロート土台部分はダイキャスト製になってます。で、上の積み木のところがプラスチックの成形色と、塗装になってますね。積み木は外すことはできません。で、こんな感じでね、バズを立たせたり座らせたりすることができるのと、あとこれはアンディの絵かな、ウッディとバズがついてますね。これシールになってます。反対側はこんな感じ、トイストーリーとついてて、これちなみにこうやってね簡単に外すことができるようになってます。シャンシはこんな感じです。そしてサスペンションはついてません。181番のディズニーモータースドリームセイラーミッキーマウスですね。ミッキーついてますけど船に立たせたりすることはできません。後ろの旗は柔らかい素材でサイドをこうやって回すことができるようになってます。窓がね可愛らしい形してますよね。でシャーシはこんな感じです。そしてサスペンションはついてません。モーリスミニ関連で紹介した青箱トミカ外国車シリーズの BLMC ミニクーパー S マーク3を紹介していきます。ボディカラーはライムグリーンのソリッドといった感じですね。すごく綺麗な色だと思いますね。フロント周りライトとグリルは反射系の別パーツ取り付けです。その下ナンバープレートには3298ミニクーパーと入ってますね。でバンパーはシャーシから連続したダイキャスト製になってます。サイドホイールはゴールドになってて、ドアのところにダージリンスペシャルとね、プリント入ってますね。でこれ同じものが反対側にも入ってます。インテリアは白一色になってます。でルーフも白のソリッドになってて、そこにリプトンティーエクストラクオリティとね、プリント入ってます。このゴールドのプリントがねすごく綺麗だと思いますね。でリア周り同じくナンバープレートには3298と入ってて、テールランプ特に塗り分けはありません。バンパーはシャーシから連続したダイキャスト製ですね。シャーシはこんな感じです。メイドインジャパンと入ってます。そしてサスペンションがついてます。同じく青箱トミカ外国車シリーズの BLMC ミニクーパー S マーク3を見ていきましょう。こっちもリプトンのね、クーパーになりますね。さっきのダージリンスペシャルの色違いになってます。ボディは黄色のソリッドで、ホイールはシルバーになってますね。でドアのところにリプトンのロゴマークが黒で両サイド入ってるということで、これもねなかなかいいパターンですよね。でそれ以外のところは、ダージリンスペシャルの色違いということで同じになってるかなと思います。でシャーシはこんな感じ、同じくメイドインジャパンになってますね。そしてサスペンションがついてます。クーパーもう一台だけおまけで紹介しておこうと思います。43番のミニクーパーですね。これね動画で何度も登場させた一台ですね。ボディカラーは水色のメタリックです。これ綺麗ですよね。フロント周りライトとグリルはシルバーになってて、ナンバープレートにミニクーパーと入ってます。プリントですね。でその下バンパーからフロントフェンダー、ステップ、リアフェンダー、リアバンパーにかけて、下の方にマットの黒が入ってるんですよね。これがねすごく丁寧でいいなと思いました。で窓周り、モルトピラーの一部が黒になってます。サイドミラーついてるのも嬉しいですよね。まあ、これだけでもなんかねすごくリアルな感じだと思いますね。で、インテリアは黒一色で、リアウィンドウも、クリアパーツになってます。いいですよね。テールランプは塗装になってて、ナンバープレートミニクーパーと入ってますけど、これはシールになってます。で、シャーシはこんな感じです。黒の塗装ですね。そしてサスペンションがついてます。続いてトミカギフト行きましょう。工事現場に直行、働くトミカセットですね。イスズエルフのバックホートラックです。運転席周り白のソリッドになってますね。フロントのところにイスズエルフとプリント入ってて、ライト、ウィンカー等は塗装になってます。インテリアは黒一色ですね。でバンパーのところはシャーシから連続した、プラスチックの塗装になってます。で荷台の油圧ショベル緑色の部分は成形色で、サイドに黄色と黒の警戒色がプリントで入ってます。でこれなんですがこんな感じでね、動かすことができますね。もちろん土台部分で一回転させることもできるようになってます。テールランプ特に塗り分けはなくて、シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。
小松ブルドーザー D85EX ですね。前方のブレードをこうやってね、上下に動かすことができるようになってます。ここのね、油圧シリンダーっぽいやつの動きがね、いいなという感じですね。で、ところどころロゴマークなどプリントが入ってますね。で、下のクローラーなんですが、ゴム素材で動かすことができるようになってます。シャーシはこんな感じです。で、このまま走らせることができます。椅子付きが低床トレーラーの牽引車になりますね。ボディカラーは青のメタリックということで綺麗な色ですよね。フロント周り椅子付き型プリント入ってて、グリルはマットの黒です。インテリア黒一色でシートを確認することができます。で、後ろのところに窓のプリント入ってて、で、シャーシはこんな感じです。で、トレーラー部分ですけど、同じく青のメタリックということですごく綺麗ですよね。上の木目パターンのところは、マットになってますね。で、滑り止めのパターンもしっかりあります。テールランプ特に塗り分けはありません。シャーシはこんな感じです。で、連結することができて、サスペンションはついてません。椅子付きがフルトレーラーダンプです。ボディカラーはエンジ色のメタリックといったところですかね。すごく綺麗な色じゃないかなと思います。フロント周りライトはシルバーで、グリルはマットの黒。インテリアは特にありません。で、後ろ荷台部分を傾けることができますね。このダイキャスト製の荷台がね、いい感じだなと思います。で、ゲートもパカパカ開けることができるということでいい感じですよね。シャーシはこんな感じです。で、後ろトレーラー部分なんですが、この荷台もダイキャスト製になってて、傾けることができます。ゲートも開けることができます。いいですよね。シャーシはこんな感じです。で、連結することができて、サスペンションはついてません。それから現場監督のブラキッズがついてます。くるくるくるっと回すことができて、万歳、そして足も上げることができます。さっきのトミカギフトの低床トレーラーの色違いということで、こっちのボディは白のメタリックになってますね。で、窓のプリントもしっかりついてて、シャーシはこんな感じです。で、後ろのトレーラー部分も色違いになってますね。塗り分けも特にありません。シャーシはこんな感じです。で、付属の油圧ショベルなんですが、稼働する部分はありません。ブーム、アーム、それからアタッチメント。これは、ハンマーのブレーカーですかね。も含めて特に動かせないですし、ぐるぐる回したりすることもできません。それからクローラーもこれ、成形色になってますんで、動かしたりすることもできない仕様になってます。ただ、連結して乗せてこのまま走らせることができます。レギュラー版の椅子付きがフルトレーラーダンプになりますね。はい、こっちは濃い小豆色のメタリックということで、これもね、なかなか存在感のある車両じゃないかなと思います。それ以外のところはさっきのね、トミカギフトのやつと同じ仕様になってて、ダイキャスト製で傾けることができるのと、ゲートを開けることができます。シャーシはこんな感じです。で、トレーラーに関してもこんな感じ。やっぱりね、とても綺麗だなと思います。傾けることができて、ゲートも開けられる仕様になってます。で、連結することができて、サスペンションはついてません。最後、おまけトミカです。先月1月分の紹介で、ボンネットバスを、おまけでね、紹介しました。ということで、コレクションの中からね、一部紹介したいなと思います。これもオリジナルの、越後湯沢のボンネットバスになりますね。色がね、珍しいですよね。ボディカラーはこれは山吹色というか、黄土色というか、猫バス色みたいな感じかなと思いました。焦げ茶色のところは塗装と、それからプリントでね、パターンを作ってるという感じになってますね。フロント周り、ライトはシルバー。ナンバープレートちょっと見にくいかもしれませんけど、バスと入ってます。で、行き先表示のところは湯沢と、プリント入ってますね。で、サイドに魚沼交通とプリント入ってて、これ同じものが反対側にもついてます。で、窓は、無色のクリアパーツになってますね。ただ、インテリアは緑になってますんで、これね、珍しい組み合わせじゃないかなと思います。この辺から見るとね、よくわかるかなと思いますね。で、リア周り、テールランプは塗装。ナンバープレート、ここにもね、バスと入ってます。で、シャーシはこんな感じ、ダイキャスト製になってます。そして、サスペンションがついてます。
最後、来月タクシーのトミカがね新作で出るみたいなので、これ選んでみました。トイザラスオリジナルの、トミカ親子2台セットのトヨタクラウンタクシーですね、新旧2台こんな感じで入ってます。ボディカラーは黄色と濃いオレンジの2色で、境目の部分にプリントが使ってありますね。で、フロント周りライト、グリル、バンパーはシャーシから連続したダイキャスト製です。サイドなんですがホイール白いい感じですよね。で、ドアのところにタクシーシート入ってて、左右のドアを開けることができます。こっち側のこのね、タクシーの文字表記がなかなかいい感じだなと思いました。で、インテリアは白一色になってます。窓なんですけど、これ後ろ側もクリアパーツ入ってないですね。で、ルーフにはアンドンがついてます。これタクシーの文字の部分はプリントになってますね。で、リアウィンドウもクリアパーツで、トランクのところにタクシーとプリント入ってます。で、リア周り、テールランプ、バンパーはこれ、シャーシからね、連続したダイキャスト製塗り分けなしです。で、シャーシはこんな感じです。そして、サスペンションがついてます。続いて新しい方いきましょう。ボディカラーは黄色のソリッドなんですけど、ちょっと塗りムラが激しいやつに当たったかなという感じですね。ちなみにこのセット2006年のセットになってます。多分 1,2 回は登場させてるんじゃないかなと思いますけど、紹介はね、おそらくしてないと思いますね。で、ライトは反射系の別パーツ取り付けで、グリル周りがねかなり丁寧にできてるなと思います。で、その下ナンバープレート塗り分けが入ってるのも嬉しいですよね。で、サイドなんですがトミカ交通、それから、タクシー無線1031トミーですね、プリントが入ってて、窓周りモールとピラーの一部が黒になってます。で、左右のドアを開けることができますね。はい、いい感じですよね。で、インテリアですけど、ベージュというか、まあ、キャメル色かな、という感じになってます。こっちは後ろの窓はねちゃんとクリアパーツ入ってますね。で、ルーフにはアンドンがついてて、こっちはアルファベットでねタクシーとプリント入ってますね。リアウィンドウクリアパーツで、テールランプもクリアパーツです。綺麗ですよね。で、シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。以上、2024年2月に紹介した届いたトミカを一気に紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。